はい、じゃあよろしくお願いします。まず自己紹介ですね。私、渡辺いち子と申します。群馬県伊勢崎市出身で、今もこっちに住んでます。で、まあ、出身校、北里大学出まして、臨床工学技師として4年間、横浜の方で働いてました。特にイギリスに私、長く住んでまして、そこで、介護福祉ですね、こっちに、まあ、長く従事してました。まあ、私はロンドンに2003年から2015年まで、まあ、合計12年住んでました。で、私がいたところはですね、ロンドンの、まあ、ちょっと北の方になるんですけど、カムデンタウンというところで、もう私の地元なんですね。はい。今でも、まあね、ちょっと最近コロナで行けなくなっちゃってるんですけども、まあね、年2回くらいロンドンに、イギリスで、まあ、福祉を、勉強してきた、いた時によく出てくる、まあ、グラフというかね、コミュニケーションとは何か。